スーパーリミナル、今回も続きをやっていきます。前回に引き続き、今回はね、休憩を挟まずにやってます。なぜかというと、ちょっと気になるからですね。ただそれが、こうと出るか不幸と出るか、どうなんでしょうね。正直やんなきゃよかったなって思ってます。ちょっと気持ち悪い。はい、でここからなんですよね。このね、テレビがね結構気になってたのでやりたいなと。ブラウン管ですか。なんかあからさまなコードがありますけど、ずっと続いてるし、なんかチカチカしてんだけど、なんなんあれ。テレビ自体は特になんもないんだね。でラジオもありますよ。Hello. こんにちは、グレン・ピアーズ博士です。前日の継続及び停止に加えまして、直近に不安なご経験がありましたら、そちらも無視するようにしてください。全てが心地よく治療的に戻ったはずです。いや、そんな簡単に。そうでない場合は、エラーによってこのメッセージを受信されている可能性があります。へ？そんなさ、気にしないでね、じゃあもう大丈夫だねってことないでしょ、普通。なんでチカチカしてんすか。明らかにまだ不安状態ですよね。え、電話があるよ。怖いんだけど。ここからも登れるので、ここから登っちゃいます。うわ、なんか、なんでそこで切れてんの。これどうしたらいい。なんかコード抜けてんのにさ、テレビの方ついてたよね。怖くね。えい、踏んだらどうなる。何も変わんない。踏んでみるよ。あ、何も変わんないわ。ちょっと怖かった今。もうジャンプしちゃう、ピョンピョンしちゃう。ちょっと待って、鳥肌立ってんだけど。ちょっと待って、何何何何。あ、葉っぱか。なんだよ、何これ。なんでギギ言ってんの。もう明るい。ジェンガだ。ジェンガが張りますね。あそこに登んなきゃいけないの。ジェンガ崩せない。ここに登んなきゃいけないのか。あ、なんか扇風機がありますね。これさ、大きくしてさ、おお。ちゃんとまっすぐに立ってくれてんだね。で、今度は？あと明るいですね。明るいところはだいぶ安心できるね。音は小さくない？いけないんですけどね。コーション。ウェット。どこが濡れてんの？ここいけないよね。お掃除中ですか。お掃除中っぽいですね。窓の外が明るいの。濡れてなくない別に。この質感すごいね。なんていうか、それっぽい。なんだそれ。どこに行けばいいか分かんないな。
さ、なんかさ、持ってきたりする？あれとか。としてないから違うかな。自分の振動で揺れてるの、君。違うっぽいな。廊下に繋がってる。だから廊下が窓に繋がってる。日本語がおかしい。電気が一個だけついてるんだね。で、ちょっと観察しよう。何かしらあるはずだ。こっちは電気ついてない。時計がある。時計は12時40分ぐらいですかね。もないな。え？一個だけつかめたんだけど。もうちょっと大きくしたらいけるか？窓ないんかい。ガラスないんかい。さて、だいぶ小さくなりましたね、私はね。でもそれでいいんだね、こんな感じね。なんか捨ててあるけど、スーツケースかなんか。なんか不思議の国のアリスみたいな、そういう現象ですよね。お、なんだ？なんだ？ロッカーですかね。ロッカーですね。シャワールーム的な？ぽくない？あ、ほんとだ。そうだ、そうだ。ほらほら。ちょっと違うとこ来たね。面白いけど。タオルがある。シャワールーム。ロッカーさすがに高すぎじゃない？あ、わお。感覚が分かんなくなるね、これね。こうやって見ると。頭おかしくなる。はい、じゃあ、グレンピアーズ博士のラジオ聞きますよ。Hello. こんにちは、グレンピアーズ博士です。私が書いた励みになる言葉をお読みしましょう。お願いします。最もやるべきでないのは悪い面に集中することだ。それは死の檻からも病気の時間の冷酷さ、残酷さ、人間性の冷たいから大切なものたちの免れ得ない喪失。何をするにしてもそれだけに集中しすぎないことみたいな感じ、ね、全然読めなかったです。また続いてんのこれ。タオルが落ちてる。謎の柱は何なんだ、はあ、なんか気持ち悪くなるねこれ。で、お風呂場？わあ、お風呂場じゃない。なんだ、プールか。飛び込み台だ。で、
これはもっと大きくできるね。登れた。よいしょ。で、この上に行きたいんだと思うんだよね。だからドーンとはなんないでしょ。入ってんの空気っしょ。あ、落ちちゃった。上ドアあるよね、あれね。よいしょ。でも行けないね。換気扇がある。もっと大きくしなきゃダメかな。でもこれでも登れなそうじゃない？あ、ここにあるじゃん。へえ。あ、すごい大きい。まさか、ちょっと思ってたのと違ったわ。なんだこれ？なんだ？なんだ？え？なにこの換気扇の中。あ、換気扇の中だ、本当に。わあ。そんなことある？これはあれか。この挟まっちゃった。やばいやばい。下手したら詰むぞこれ。多分これでもう一回出て、もっと大きくした方がいいんじゃないかなと思うんですけど。そんなことないかな。変わってないか。ここから出てと思ったんだけど、そういうわけでもなさそうなんだけど。あ、そういうわけでもありそうですね。うん。すごい足遅い。ちっちゃすぎるから。ちょっと待って。え、待って。登れないの？なんかバグってる？もしかしてプルプルしてるね。バグってますね。ジャンプすると曲は消える。早く早く。
これ登れなそうだね。あれ？地面がないんですけど。ちょっと違った気がする。ちょっと待ってて。それでさ、向こう側に置いたりできないの？あ、できた。これでいいじゃんね。こうすれば、ほら、これでいいじゃんね。これが正解ですよね。変にちっちゃくなったり大きくなったりする必要なんてなかったんですよ。いやー、ちょっと気持ち悪くなってきたな。さすがに。ラジオ聞いて次のステージ行ったら終わりましょうか。こんにちは、グレン・ピアーズ博士です。823の緊急プロトコルをすべてトリガーしていただきありがとうございます。将来の治療システムの改善に活用いたします。おめでとうございます。とにかくあなたは正しい方向に向かっておられますので、まもなく緊急終了プロトコルを開始できるはずです。よくわかんないですが、キーボードだ。テテレレテンじゃないの。なんだそれ。ほい。ほい。こっちに行けって。ちょっとできるだけ大きくしてみようか。あれは？ここに入るとこっちから出てくるパターンかな。そうだそうだ。ってことは、地から入ると、うん、そうだそうだ、大きくなっていくやつだね。なので、こうして、汚れたりしないか。最後でこれで終わりますとか言ってちょっとやっちゃってるっていうね。ここに行きたいんですよ。ここにだからチェスが見えましたね。なので、ほら、え、落ちる音はこれなのか。なるほどね。すっごい大きいし、すっごい歩くの遅い気がするんだけど。気持ち悪くなってきたので終わりましょう。中途半端ですが、今回はこれで終わりたいと思います。よいしょ、セーブ入んないかな。あ、終わりそうだね。エレベーターがあるので、エレベーターで終わりにしましょう。
猫だ。あ、気持ち悪い。これはね、大丈夫ですね。大丈夫。何が大丈夫かっていうのは特に言わないけど、大丈夫です、このローディングは。はい、ということで8時ですかね。あれ ?3 時だ。あれ ?3 時だ。いや、ちょっとなんかちょっと違うんだけど、知ってるところと。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。じゃあ次回に続きます。バイバイ。